般社団法人北海道農産協会の高橋といいます。農業改良普及員として各地区にで仕事をさせていただきました。今日のテーマは小麦の生育と栽培管理の基本です。もう少し平たく言えば倒伏させない麦作りです。道産小麦はなぜ不安定だったのかということを説明させていただきます。単位面積あたり収量は50年間で約3倍、作付け面積は6倍以上となっています。しかしこの図を見ても分かるように収量はとても不安定です。その理由は第一に雪草で病です。第二は赤カビ病、第三に穂発芽です。特にこれまでの低収要因は圧倒的に穂発芽が多いことが分かります。私が十勝管内の定別村に移動した昭和58年頃は幌尻小麦から地北小麦に移行した頃で、特に積雪が少なく土壌凍結するような年には大量金角病で廃校する圃場が多くありました。品種が変わり防除が徹底されたこともあり、雪草で病で廃校になることはほとんどなくなりました。赤カビ病については抵抗性が高まったことと防除薬の効果も高くなり、被害は少なくなりました。ただ赤カビ病になると赤カビ粒が 1% 以上混入すると規格外になりますし、健全粒に比べ粒が細くなりクズが多くなります。明治以前の最高の農所と評価されています江戸期の農学者宮崎安定が書いた農業全書の中にこの記述があります。江戸時代の前期にもうすでに小麦というものの本質を見事についている記事が書かれています。麦を刈り取るには昼夜油断なく、雨が降っても身の傘を着てでも刈り取らねばならない。その頃から麦の穂発芽を恐れていたことがよくわかりますね。中央の氏時代、中国政府の要人が見られたときに鶏農場の視察に同行しました。中国政府要人曰く、この少ない面積でこの機械と施設の整備は大きすぎるのではないかと疑問を投げかけられました。しかし K さん曰く、北海道の収穫適期は3日しかない、中国やアメリカなどは1ヶ月くらい、中国では麦の乾燥をアスファルトの上ででもできるくらい天気がいい、北海道とは天候が違う。K さんの当時の小麦の栽培面積は150ヘクタールでした。1日あたり42ヘクタール刈り取りする能力があり、この計算でいくと約3日で終わります。ただ、8台のコンバインを動かすにはそれだけのオペレーターがいる。で、そのためにこのシーズンだけ人を雇う。しかも民間の天気予報を購入して24時間フル活動して麦刈りを行うわけです。で、この結果麦を作り始めてこの方一度も穂発芽になったことはないということでした。
さて、今日のテーマは倒さない麦作りです。実は倒さない麦作りを実践できれば麦作りの7割は成功と言えます。それだけ安定生産にとって重要な問題なんです。倒さない麦作りは実は世界の小麦作りの課題でもあるのです。昭和10年岩手県農事試験場で育種していた稲塚権次郎さんという方が農林10、農林15のことですけれども品種を育成しました。この遺伝子が現在50カ国500品種で栽培されているわけです。つまり現在の世界的な小麦品種の母本になっているわけです。すごい人が日本にいるんですね。この人の活躍が映画化されていますので、興味ある方はご覧ください。今日のテーマをまとめると、人間も牛も作物も倒れたら元も子もなくなりますね。私の経験からですが、小麦を倒すとどうなるかというと、一つ目はクズ麦が多くなります。つまり等級も落ちてしまう。二つ目は収穫に手間取るので買取料金が上乗せされます。だいたい単当たり3000円から5000円ぐらい上乗せされる地域が多いです。以前私が担当していた地区では刈り取りは後回しでした。そのことは収穫はゼロを意味します。その結果気持ちも懐も相当ダメージを受けます。では倒さないためにどうするか。一つ目は薄巻きです。これが最もお金がかからずにできる近道です。越冬前に体を作っておくことも大事です。目標は 5.5 枚以上です。しっかり体を作っておけば丈夫に育ちます。そして倒れにくくなります。3つ目は、係数が多い場合は寄生菌の追肥を減らしたり用水形成期ごろまで席をずらすなども有効です。4つ目は、歩数の目安は平米あたり600本前後です。700本を超えると倒伏のリスクが確実に高まります。では薄巻きにするためにはどうするか。まず葉主機の調整が大事です。キャリブレーションと言います。次に葉主床を締める。薄巻きにするように葉主機を調整しても葉主の深さが深すぎると出芽が悪くなり、その効果が出ません。